チキチキジュジュ講座第2回チキチキジュジュ講座。ユージ、準備はいいかな？おっす。さて、今回はキャラクターの強化について。キャラクターはどうやったら強くなると思う？はい、筋トレ。違います。じゃあユージにも分かるように説明していくよ。強化にはレベル、グレード、スキル、そして覚醒の4種類があるんだ。あ、知ってる。レベルはクエストをクリアすると上がるんだよな。そう。でも修練の灯火クエストで手に入る修練の灯火を使えばもっと早くレベルアップできるよ。ふむふむ。次はグレードの強化について。グレード強化ではパラメーターだけじゃなくレベルの上限を上げることができるんだ。自分の限界値が上がるってことか。すげえじゃん。グレードの強化には呪物が必要だから呪物収集にたくさん行こう。次はスキル強化。コマンドスキルと必殺スキルが強くなるんだ。へえ。じゃあこれを強化していけば呪霊を一発で倒せたりすんのかな？もちろん。よく使うスキルから強化するといいよ。素材は領域調査で手に入るからね。最後に覚醒について。覚醒、なんかかっけえ。覚醒すれば総合力がドーンと上がって桁違いに強くなれるよ。でもその分素材を手に入れるのは困難だ。コンペンは主にガチャで手に入るから根気よく集めて強化していこう。バトルでは強さこそ正義。それじゃあ今回の呪術講座はここまで。頭使ったら腹減ってきたな。自分の強化のためにもラーメン食ってくる。いいね、僕も行くよ。ではまた次回。お疲れ様んさ。